え皆さんおはようございますす衆議院議院員の原口和です今日のゴンちゃんえ今日はですね夜昨日あの福岡から帰ってきたんで昨日の冷やご飯を佐賀産のトマトで煮たやつ玉ねぎとですねネギとトマトたっぷり太陽たっぷりトマトリゾットですこれ塩 胡椒だけで味付けしてますから、えー、まだ整えないといけませんね。そして、じゃグレープフルーツ。これを一番最初に食べたのは東京だったんですよね。世の中には、東京にはグレープフルーツなるものがあるんだと思って、まあでも、うまく食べられなくて、まあ散々パラ苦労しました。そして、 シャインマスカット3個。ちょっと1個はみ出してるんでクク、形が悪いから食いましょう。やっぱりね、料理は、え、みたいなもんで。それから、ほ、ほうれん草と卵のスープ。ちょっと冷えてきましたね。じゃん九州は辛し明太子で。これ、11日が賞味期限ということで。 これ全部食ったら塩分オーバーですね。で、ゴンちゃん。ゴン太くんと、今日は赤の多い食卓ですね。赤の多い食卓。緑がちょっと少ない。まあでも野菜はたっぷりですからね。野菜はたっぷり。ね、この中に玉ねぎも相当ぶち込んでますから。しかもトマトだ、トマトじゃない、トマトですからね。 でこれを5分クッキング本当に5分で作ってるのかってそうでしょだってさっき配信して今ここまで10分かかってないと思いますねじゃあ今日のゴンちゃん金曜日週末のゴンちゃんでもう窓の外にはバラが復活してきましたね原口園芸もそろそろまたご紹介をしたいと思いますえラ、ー、ナ,ナンキュラスラックスを植えんといかんですね ラックス今球根だけで70個ぐらいありますもんねちょっと大変です原口園芸でもね中央に行けば行くほど豊かだっていうのはまあそう,そうかも分からんけどこういうその佐賀のような自然豊かでそしてまあ大地に根ざした暮らしっていうのは素敵なもんですよね じゃあ、ごきげんよう、良い一日をゴンちゃんで失礼します